マット・ボーマーはアメリカ合衆国の俳優である。テレビドラマ、トゥルー・コーリングのルーク、ホワイトカラーのニール・キャフリー役で知られている。ホワイトカラー以前はマシュー・ボーマーとクレジットされていたが、ホワイトカラー以降からはマット・ボーマーというクレジットに変更された。以前の表記はマシュー・ボーマーとマシュー・ボーマーが混在していたが、現在もマット・ボーマーとマット・ボーマーが混在している。 マット本人の発音に基づいた、ボーマーの表記は、ボーマーである。ミズーリ州クレーターセントルイスのウェブスターグルーブズで、父ジョン・オニエル・ボーマー4世と、母エリザベース・メシーの間の3人の子供の一人として、生まれ、スプリングで育った。リー・ペースと、リン・コリンズが同級生であった、クライン高校に進学し、マット・トリーは、一緒に、ヒューストンのアレーシアターで演劇に関わっていた。 高校卒業後、ペンシルベニア州にあるカーネギーメロン大学に進学し、2001年に卒業した。2000年にアメリカ合衆国のソープオペラ、オールマイチルドレンに、早くで出演をしたのをきっかけに、2002年から2003年にかけて、ガイディングライトに数話出演した。その後2003年から2004年には、トゥルーコーリングで主役のエリザ・ドゥシュクの恋人役で、 レギュラー出演し、2005年には、ジョディ・ホスター主演の映画、フライトプランに出演した。2007年から2009年まで、テレビドラマ、チャック、チャック・にゲスト出演後、2009年から2014年に、かけて、ホワイトカラーに、主役の天才詐欺師、ニール・キャフリー役で出演した。2014年には、ノーマル・ハートで第72回ゴールデングローブ賞。 最優秀女演談優勝を受賞した。2018年には、テレビドラマ、アメリカンクライムストーリー、ベルサーチ暗殺の第8話、創造者、破壊者で演出家デビューした。2011年3月にきっと、ウォーカー、ヘンリーという3人の子供がいることを公表。3人ともボマーと血縁上のつながりはなく、ウォーカーとヘンリーは、パブリシスト事務所、 スレート PR の社長、サイモン・ホールズが代理母出産で得た子供である。長らく、サイモンとの関係を明かさなかった。2010年の取材でも、噂については気にしていないし、自分は幸せで自身の人生に満足している。様々な人間関係があって、ホワイトカラーの全部が自分にかかっている。と答えを回避していた。が、2012年2月に活動 スティーブ・チェイスが主催する人道的活動に関する賞の受賞スピーチでサイモンを家族であると公表した。2013年にフィフティシェイズ・オブ・グレーの映画化にあたって9月1日に主な配役が発表されたがクリスチャン・グレイ役を希望して署名活動をしたファンに対して9月5日に ET オンラインでファンには感謝しているが今の配役を支持する。とコメントした。 2014年米雑誌、ディテールズ誌でのインタビューで、僕は今多くの権利を享受できていなかっただろう。まず一番に頭に浮かぶのは結婚だ。と語り、自身が2011年に長年のパートナーのサイモン・ホールズと結婚したことを、公にした。趣味として、フットボール、野球やテニス、またギターを弾くことを挙げている。A、マシュー・ステイトン・ボマー・ハット。 USA Network ホワイトカラーライブ社2010年10月1日閲覧マットボマーアンサーズルーシー・フォード S3 ランダムクエスチョンズ2016年6月7日閲覧プロナンシエーション・オブ・マット・ボマー2016年6月7日閲覧 A ウェブスター・グローブス A ジョン・オニール・ボマー 4A エリザベス・メイシー A クラインハイスクールハットウィーゼルマン、ジャレット・オールオブ、マット・ボマー・エス・チルドレン、ニューヨーク・ポスト、リリーブド・マーチ20、2011、A、スレート・ PR ・ハット、ホワイト・カラー、S ・マット・ボマー・イズ、A ・プラウド・アウト・ゲイマン・フード・ーソン・ T、ケア・アバウト・ザルモアズ、e ・ HE、SA ・ゲイ。2010年1月14日閲覧、マット・ボマー・カムズ・アウト・アズ・ゲイマン、E、オンライン、 2012年2月15日閲覧。タイム、タイム、ホワイトカラーのイケメン、マット・ボマーがゲイであることを、カミングアウト。シネマトゲイ。http://www.cinematode.jp スラッシュページスラッシュ n00393732012 年11月13日閲覧。 マットボマーリスパンズ250シェーズペチチオン。2013年9月5日閲覧。a ディテールズハット。マットボマーイズモアザンジャストエイプリティフェイス。2014年4月22日閲覧。ありがとうございます。